Bonne soirée, je vais essayer de commencer à donc on est arrivé dans le salon de Novo.誰も怪我はないかい？
これより敵部隊を殲滅します。我力の枝を解放する。行きます。くらえ
ルベドに手を出すなって言ったろ。僕ら変異体が変なんじゃない。お前たちが役立たずなんだよ。やめろ。殺す気か。ルベド、なんだよ。何考えてたんだ。ナンバー623は重傷だぞ。ん？なんだそんなこと。心配する必要ないよ。あんな怪我すぐ再生すればいいんだ。お前何言って。何言って。こうだよ。だね。バカ！二度とそんな真似するな！死んだら二度と生き返らないんだぞ！そんな、まさか。ルベドたちは再生しないの？当たり前だ！それは君だけの特殊能力なんだよ。僕だけ？二人とも僕を残して死ぬの？やだ！一人ぼっちはやだ！ルベドが死んだら僕も死ぬ。バカ、気悪いこと言うな。ここまで悲しくなってきたじゃねえか。ルベド、おいでちゃんよ。彼は何をしているの？わかんねえ。けどあの日、
自分は死ねないと知った日からアルベドはどことなく変わっていったんだ。そうだったの。俺たちには分からなかった。死ねない体を持つというのはどんな気持ちなのか分かりようがなかった。死は魂の休息、そう言ったのは誰だったかな。肉体は死なず、精神の負う恐怖だけを積み重ねていくとしたら、もはや世界は永遠の牢獄でしかない。おっさん、俺とアルベドは元は一つだった。オリジナルの受精卵が同じだから。いや、文字通り受精後28週まで背中でくっついていた。この辺にあいつの心臓がくっついててさ。稀に不完全な分裂によって臓器の一部を共有する双生児が存在します。その通り。基本的に細胞の再生を止めたり促したり、俺とあいつの特殊能力は同じ原理で成り立ってる。切り離されたことでその方向性は両極へ向かったがな。だからこそ俺はあいつを見放しちゃいけなかったんだ。ジュニア君、もう一度歩み寄れないのかな、あの人と。俺もあいつもへそ曲がりだからな。
個体ナンバー666、ニューラルモニタリング開始。マクデイン、安定しています。ナンバー667、自発脳波周波数20から28ヘルツ。落ち着け子供たち、動揺するな。8ヘルツ、安定しました。そうだ、それでいい。これが URTV か。ディミトリ、大丈夫なの？サクラのためとはいえ、あの子たちを苦しめたくはないわ。少年たちとは聞いていたが、これほど幼いとは。軍人が感傷的に過ぎるぞ、ヘルマ。私は人の生命を守るのが軍人の務めだと思っている。今日はさくらも一緒よ、坊や。悲しき意識たちを新たなる再生のために。
我力の負担を解放する。
動くかな。役に立ちました。